はい、本日はですね、ノースフェイスのバルトロジャケットを4年間使用してみたので、その辺のお話をしていきたいなというふうに思いますということになってますので、バルトロジャケットを紹介していくんですけども、これ前にあるのが2018年に購入したモデルになってて、この後ろにあるのが2017年になっているので、まあ、今年4年目を迎えるジャケットと今年3年目を迎えるジャケットにはなっているんですけど、まあ、多少の劣化具合とか、まあ、そういうところもありますし、あとまあそれ気づいたところとかいろいろあるんですけど、まあ、バルトロって聞くとノースフェイスを代表するアイテムも一番有名ということで、ワンピースでいうとこのルフィ、ドラゴンボールでいうとこの悟空、こち亀でいうとこのリョウさんっていう感じの、ほんまにもうそのメーカーの顔って言えるぐらい、まあ、人気のある商品やと思うので、まあ、このノースフェイスのバルトロライトジャケットを使ってみた感じとかお話をしていきたいなというふうに思いますので、もう早速今日の流れとしてはですね、使ってみて感じたこと、まあ使う前から分かってたこともあるんですけど、使ってみて、あ、これやっぱええなっていうのを再確認できたところをお話しして、で次に劣化したりとか、その通年使ってみてどうなんっていうところの、まあ、機能とかもどうなんっていうところをお話しして、その次にはサイズ感ですよね、サイズ感がこうこうこうっていうところの話して、で最後にまあ2020年のバルトロについてちらっとお話しして、まあその辺でフィニッシュっていう感じにしていきたいなというふうに思いますので、早速はですね、使用感、使ってみてどうやったかっていうところのお話をしていきたいんですけど、まず使ってみて分かったこと、まあこれはもう使う前から分かってたんですけど、もう持ってはる方だって分かると思うんですけど、めちゃくちゃあったかいんですよね。でもこれ見てもらったら分かるんですけど、これ嫁のやつのバルトロでこんだけ腕あって、嫁こんな腕太ないんですよって考えたら、もうモリモリじゃないですか。で僕の方がこれなんですけど、僕もこんな腕太くないんですよ、こんな華奢な腕してるので、こんなモリモリにダウン入ってたらそらあったかいでっていう感じになってて、もう包まれてる、よく嫁は言うんですけど、羽毛布団ってよくね、寝る時の布団あるじゃないですか、あの幸せ感あるじゃないですか、こう一日仕事終わって疲れて、あー今日も上司にうざいこと言われたなとか、今日も同僚の誰々ちゃん可愛かったなと思いながら、こう布団にさって入る瞬間の、あのふわっとした感じ、あれがずっと続いてるんですよ。だから街中でもあれを味わえるのがこのバルトロジャケットってことになってるので、まあ、僕は普段ですね、こう冬場になって、真冬になっても結構寒がりなんですけど、バルトロ着るときはロンティ一枚にしてて、まあそれが一番なんていうのか、正しい着方というか、一番保温性が高いんですよね。変にこういっぱい着ちゃうと無駄に体から汗出たりとかして、汗べが起こったりするので、本来ならダウンジャケットの下っていうのは T シャツとかロンティぐらいが一番いいんですけど、まあ、一応僕はそれを忠実に再現してるので、普段はもうロンティのみっていう感じの着方になってるぐらい、まあ、冬でも全然過ごせる感じだと思います。だから、まあ、暑がりの方とかやったらバルトロをよくオーバースペックって言うんですけど、多分暑がりの方やったらそうやと思うんですけど、僕とかみたいな寒がりの人からしたら別にオーバースペックでもなくて、もうちゃんと適度なスペックやなって思って毎回着てるんですけど、まあ、それぐらい暖かいということになってて、で次がですね、これ風で冷えないということになってるんですけど、例えばこういうダウンジャケット、そのダウンがいっぱいモリモリデッセイっていうのはいいんですけど、たまにウールのダウンジャケットとかあるじゃないですか、この外がウールでモコモコしてるやつのダウンジャケットとか、ああいうのってダウンはもちろんあったかいんですけど、風入ってくるとそのまま突き抜けるように体にくるじゃないですか。だから本来のダウンの役割を果たしないというか、保温して、ふっくらして保温してくれてるけど、外からの風ビュービュー通してたら全然意味ないやみたいな感じのって、僕だからウールのダウンとかあんま買わないんですけど、パッて見てて思うんですね、街中とか見てて。だけどこれに関してはもう完全にもう防風の生地を使ってるので、普通のナイロンの生地とかじゃなくて、ナイロンの生地のさらに上の防風の生地っていうのを採用してるジャケットなんで、例えば外から風がビュービュー吹いてますと、あと吹雪のようにふわーってもう真っ白になるぐらい雪が吹いてても、全く体の方に風が来ないんですよ。で僕も実際こう着てて、体の方に風が入ってくるなという感覚一回もないんですよね。で人間が一番寒いって言われるのって、寒いとか疲れを感じるのって風を当たってる瞬間なんですよ。だから一日外におったりとかしたりしたら、なんか無駄に疲れたりするじゃないですか。例えば子供の野球応援しに行ってたりしたら無駄に疲れたりするけど、まあそれはもちろん応援してるから疲れるのもあるんですけど、やっぱ風とかにこうビュービュー当たってたりとかしたら、より疲労感を感じたりしやすいんですが、まあ、このダウンジャケットは寒さを防ぐっていう意味でもそうやけども、疲労感もなくっていうところで、まあバルトロだけじゃないんですけど、他にもこういう風通さへん生地ってあるんですけど、まあ、そういう意味で風を通さへんっていうのはめちゃくちゃ大事になってて、まあその辺も使ってみてよかったなと思いますし、で次使ってみてこれ良かったという気づいたところは、これフードなんですよね。でこれフードが何かっていうと、これフードにも同じぐらいのダウンが入ってるんですよ。でこれが、あそうなんや、でもフード俺被らんからいらんでと思いはる方いらっしゃると思うんですけど、これフードってね、この首の後ろのところにここに来るじゃないですか。でここにこうやってパンってきた時に、後ろからの風が全く入ってこないんですよ。てかむしろ後ろから風吹いてたんぐらいの感覚で全然感じないので、首元から風がヒューって入ってきたりするっていうことが、まあ、あんまりないんですよ。でもじゃあそれってなんでなんて言われると、やっぱりこのフードにこんだけダウンが仕込まれてるっていうのもそうやし、あと首元のところに襟があるんですけど、この襟にもダウンを入ってるので、しっかりこの首にフィットするんですよね。
だからどんな首の細い人であろうが太い人であろうが、これダウンやから形すぐ変わるじゃないですか。ほんならちゃんと首に フィットしてくれるので、この辺なんかも無駄に寒さを感じないような設計になってるということになってるんかなと思いますね。そしてこれ次使ってて感じたことなんですけど、このバルトロのダウンジャケットってこういったスタッフサックみたいなのがついてるんですよね。でこれがあることで何っていうと、持ち運びができるんですよ。あ、なるほどな、で持ち運びできるやめっちゃいいやんと思ったりするんですけど、僕思ったんですよね、これいると思って。絶対多分ほとんどの人いらないと思うんですよ。持ち運びダウンをすることって多分あんまりないやろし、まあ脱いだら多分こう手にかけたりすることあったりとしても、一回一回コンパクトにしてこの中に入れてカバンの中に毎回入れてますよっていう人って多分結構少ないと思うんですよね。って考えたら、このスタッフサックいるんかなって、まあ僕はずっと思いながら4年前から使ってたんですけど、結局そんな思いで使ってるもんやからなくしてるんですよね。でどこでなくなったかもわからへんし、もう早い段階1年目ぐらいでもなくなってるので、まあ、僕の嫁はですね、こういうの結構大事にするタイプなんで、使ってなくてもこういうのせっかく入ってたんでいるやんとかって言うんですけど、僕からしたら使ってへんもんなんか持ってたらしゃあないのになと思うんですが、まあ、そこは夫婦の違いということになってるんでしょうか。はい、そして次がですね、これもともと着丈が結構短いんですよ。だから今流行ってるようなちょっとオーバーサイズゆったり着たいとかっていう方からしたら、サイズを結構上げていかんとダメやと思うんですけど、もともとの着丈がキュッてこう短くなってるので、まあ、その分動きやすいっていうか、こんだけダウンが入ってさらに着丈も長かったらかなり動きづらくなると思うんですよね。だからその辺を多分おそらく考えて、あえて着丈をショート丈にすることで動きやすさっていうのを担保してるんだろうなというふうに思うので、まあ、本来のバルトロの着方をしたい方であればジャストサイズで着るのがベストだと思うんですけど、今流行りっぽく着たいんであればワンサイズツーサイズ上げていくっていう感じにはなると思うので、まあ、これは実際着てみてこんだけダウンもあんまやけど動きづらさはないなっていうふうに思うので、サイズをむちゃくちゃ上げていくとどうなんかは知らないですけど、まあそんな感じになってます。なので僕たまに言われるんですけど、僕これでね M サイズ着てて、後でまあ着用動画っていうか見てもらうんですけど、僕よく小さくないですかってよく言われたりするんですけど、本来であればこれがジャストサイズなんですよね。でさっき言ったみたいにダウンって中着込まないのが正解っていうか、まあ本来はそのために作られているので、まあ、僕は中着ないロンティーしか着いひんっていう感じにしてて、もちろんすっぱたかでは着ないですけど、ロンティー1枚で着るっていうことになってるので、無駄にサイズを上げすぎると保温力も下がるし、でなおかつもともと多分作られた用途からも外れていくっていう風に考えると、まあ、僕は M でいいんかなと思って M サイズは着てるんですけど、まあ、この辺は人によって考え方とか価値観が違うので、まあまあそんな感じっていうことになってて、次が数年経ってみて劣化とかはどうなんかっていうところに行きたいんですけど、じゃあまず暖かさから劣化していくんかっていうところになるんですが、これに関しては今のところないんですよね。でなんでかっていうと、これ一応1年に1回クリーニング出したり自宅で洗ったりとかすることによって、ダウンってやっぱ空気とかあと汚れとかによってペターンってこうしなってくるんですよ。でシューってしぼんでくるので、それをそのままほったらかしで着とったらどんどん寒さっていうか、どんどん暖かさっていうのがなくなってくるんですけど、やっぱダウンをしっかり戻してあげないと暖かさを感じれないので、こうペタンコのままでは冷たいっていうか寒いじゃないですか。だからこう戻してあげなきゃいけないんですけど、普通に使ってるだけでめちゃくちゃダウンってこうちっちゃくなっていたりするので、まあ、それは年に1回っていうかワンシーズンに1回、まあ、冬多分着はると思うので、まあ、春には出したりとか、まあ、それこそこう汚れが気になる方とかやったら、ほんまに毎月とか2週間に1回とか出してある方もいらっしゃるんですけど、まあ、それぐらいちゃんと手入れをしておけば暖かさは全然問題ないかなと思います。ただ何もせんかったら暖かさは多分落ちていくんやろうなと。まあこれはバルトロに限って話じゃなくて、どんなダウンも全部そうなんですけど、まあ、ケアさえしておけば全く問題ないってことになっているので、まあそのダウンの洗い方っていうのは僕は実際これは使って洗ってるので、まあそれ気になる方は下動画説明欄に貼ってると思うので、また見てもらえればと思うんですが、次にですね、機能面、さっき言った風とかその辺に関してはどうなんかっていうとですね、まあ、そういう機能面とかも全く問題ない。もともと生地自体が劣化するような生地とかは使われてないので、ほんまに5年経っても10年経っても生地の劣化はないんですよ。ただ穴が開いたりしたらおしまいなんで、タバコとか吸う方は気をつけた方がいいと思いますし、これでキャンプとかしちゃうと、その焚き火の火とかで火の粉が飛んでくると一瞬で穴開くので、もうそうなってくると機能はもう全部なくなっちゃうので、まあ、そのやつを気をつけた方がいいと思うんですが、僕に関してはそのタバコも吸わへんし、それ焚き火もせえへんから全然火がないので全く問題ないということになってて、で次にはですね、これがちょっと劣化したなと思う部分なんですけど、まあ、何かっていうとですね、これ僕だけかなと思ってたんですけど、実はいろいろ調べてみたら他にもそういう方もいらっしゃったんで、まあ一応お話しするんですけど、何かというとですね、ちょっと縫製が甘いんですよね。で縫製が甘いってどういうことかっていうと、まあこう
いろんな箇所が縫製されてると思うんですけど、僕の場合に限ってはこのベルクロの部分の縫製っていうのが甘くて、もう買って1年目から剥がれてきたんですよ。で、まあそれ僕気にせずにずっと使ってるんですけど、多分こういうの気になる方はめっちゃ気になると思いますし、あとそれ以外にやったら他の方やったら、このここの前の部分のこのちょうどなんていうんですかね、なんて言ったらいいかわからへんところ、このフラップのちょうど塗ってるところあるんですけど、ここが縫製、あのすぐ買って1週間2週間でほつれましたっていう人もいてたんで、ちょっと縫製は甘めやなっていうことで、この2017年モデルやからとかじゃなくて、去年買った人もそういう風に言ってる人もいてたんで、まあ、これはもしかしたら分かってくれる人いてると思うんですよね。ああ俺もそうなったなったっていう人もいてれば、いや全然なってへんでっていう方もいらっしゃるんですけど、僕のこの嫁のやつは全く縫製がどっか緩んでくることはないんですけど、僕のやつはもうほんま買って1ヶ月2ヶ月の線ぐらいでも縫製緩んでたんで、まあその辺はあの日本産じゃないので仕方ないかなとは思うんですけども、まあ、国産やったらね多分そういうのってあんまり少ないと思うんですけど、これ国産じゃないので、まあ、仕方ないかなと思います。まあ、あのもし気になる方がいらっしゃったら、それこそあの店頭直営店に持って行ってこれ縫製直してくださいと言えば、多分全然直してはくれると思うので、まあ、その人によって直す箇所とか直すその範囲によって料金がかかったりタダやったりすると思うんですけど、まあ、それは持って行ってもらったら分かるんちゃうかなっていうところが、まあ、唯一あの数年使ってた劣化っていう部分かなと思います。まあ、なので、まあ、ダウンの暖かさはしっかりケアしておけば問題ない。で、この生地に関してはちょっと火だけを気をつける。そして縫製に関しては当たり外れがある。で、ハズレを引いた場合は店頭に持っていけばいいということになってるんかなと思います。で、次がですね、サイズ感っていうところに行きたいんですけど、これまあサイズ感僕以前も動画出してるんですけど、ちょっと今回に限ってはちょっと今年なんか何十人かのバルトロ持ってる人の着用動画っていうのを撮らせてもらいたいなと思って、まあ、そっちの方がなんかこう分かるじゃないですか。僕がこう口で喋るよりもそういう実際着用してる人ら、で例えば160センチで S サイズ着てる人もおれば、190センチで XL 着てる人もおるやろうし、まあ、そういう人らの着用動画とかをちょっと撮らせてもらいたいなと思ってて、もし仮にそれを協力、あ俺協力するでとか、お協力してみたいとかっていう方がいらっしゃれば、9月の20日にちょっと堀江公園の方でちょっとした撮影会みたいなのを行いたいなと思ってるので、あ俺出るでっていう方は、あのバルトロを持って来てもらえればちょっと撮影させてもらいたいなと思うので、まあちなみにどんな感じかって言ったら、僕がよく普段こうやってパッて立っててこう右向け右みたいなこう回ってるじゃないですか。あの10秒ぐらいの映像をちょっと撮らせてもらおうと思いますので、バルトロ持ってこへんかったら何のために来たんやっていうことでちょっと追い返させてもらうと思うんですけど、バルトロ持ってきてもらえればちょっとそう、あじゃあ撮らせてくださいっていうことになると思うので、あの協力するよっていう方がいらっしゃれば、ちょっと僕のチャンネルに出演してもらえればなというふうには思います。で、まあモザイクとかもしてほしいっていう方がいらっしゃればモザイクももちろんかけますし、あのまあこれに関してはもう一回あの招集かけますので、9月の20日の1時からバルトロおじさんで来てもらえればちょっと撮影会みたいなのを堀江公園でしようと思ってますので、やりたいなと思います。で、ちょっとあの来られへんでっていう方は、例えば動画だけ送ってくださいとかっていうことになると思うので、まあ動画だけ送ってもらったりとかして、まあ僕のメールアドレスを下に出してるので、そのメールアドレス宛てに10秒ぐらいのこう着用動画、この回っていく着用動画を出してもらって、身長体重サイズだけ教えてもらえれば、あとの個人情報は全然いらないんですけど、まあ、あの載せてほしいという方がいらっしゃれば名前も言ってくれたら載せるんですけど、まあ、そんな感じにはなってるので、まあ、ちょっと、着用動画というかそういうサイズ感の協力をしてくれる方を募集したいなというふうに思います。なので、まあ、ちょっとまあ僕も今さっと着とくんですけど、まあ、こんな感じですね。僕が M サイズでこんな感じなんで、まあ、それとかは本当にジャストっていう感じで、別に前にやってもあの足りてないこともないし、横にやっても足りてないこともなくて、まあ、本当に M サイズがジャストっていう感じになってるので、まあ、L では問題ないと思うんですけど、まあ、そういう感じでこう、着てもらって、僕がよくやってるこれですよね。こうやって右向け右みたいなのをちょっと堀江公園でやらせてもらいたいなと思いますので、あのもしかしたらその動画に出ることで何か言われんちゃうかって思ってはる方いらっしゃったら、僕絶対それ言わさないので、それは安心してもらえればいいかなというふうに思いますので、まあ、ご協力いただける方、もしくはチャンネルに出てみたいという方は、ぜひ9月20日にお待ちしております。はい、ということで次がですね、2020年のバルトロっていうことになってるんですが、まあ、今年も出るんですよね。で、今年も出るってことで、まあ、毎年人気で結構なくなったりとかはしてるんですけど、まあ、今年もちゃんと新色があって、これに関してはケルプタンっていう2018年のモデルで、まあ、こういう茶色系のモデルってノーセス結構人気があって、次の2019年、要は去年ですね、去年はブリティッシュカーキって言って、まあ、これよりちょっと濃い土色みたいな色のカーキの色が出てきたんですよ。
で今年に関してはユーティリティブラウンっていうのがもう発売というかもう発売しますよっていう報告があるので、2020年はユーティリティブラウンという色味が出るので、まあ、僕個人的には去年の色味よりは好きな色味になってるので、まあそれはケルプタンより好きかと言われるとまあそんなことはないんですけど、まあ、個人的には一番それが人気出るんちゃうかなというふうに思ってます。まあ、それ以外にはニュートープっていうちょっとあの緑っぽいあの植物の緑っぽい色のカラーもあるんですけど、それに関しては2年連続になってるので去年買われへんかったっていう方は今年買えるかなと思いますし、まあ僕個人的にはですねコスト下げたんかなってまあ僕は思ってて、去年と同じパターンやったらコストかからないので、まあ同じパターンを作ることであのそこのコストを下げてきたんかなと思ってるんですけど、はい、まあこんなことはあんま言わん方がいいと思うので、まあこの辺にしといて、まあそんな感じでベージュっぽい色味からあとまあ緑っぽい色味、まあこういったブラックとかも出てきたりとかすると思うので、まあその辺は、ぼちぼち発売開始されるんじゃないかなというふうに思います。でバルトロの、 あの発売情報が知りたいという方はですね、僕が普段見てるサイトも下に載っけとくので、まあ、気になる方はそこ見てもらえればいいんじゃないかなと思います。別に僕が運営してるサイトでも何でもないんですけど、僕は普段そこ見て情報収集してるので、まあ、一応載せときたいなと思いますということになってますので、最後はですね着用動画見てもらって終わりにしたいなと思います。僕は 178cm 65kg で M サイズを着用してますので、それでお別れしたいなというふうに思います。本日はですねノースフェイスのバルトロを4年間使用してみてどうやったかというお話をしてみました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。